はい、ということで久々のリゼロイベントですが、はい、まあじゃあせっかくなんで、うん、キャストの近況トークでもしていきましょうかね。近況か。そうなんですよ。あの近況っていうと、あの皆さん、あの携帯電話の LINE ってわかりますか？こうグループでトークできるやつ、うん、あれあれ、ええ、わかります。笑われたの今、はい、ええ、あれのグループに私たちリゼロメンバーでちょっとねグループを作っておりまして、そうなんです。あの定期的に 1,2 ヶ月ぐらいに1回のペースでご飯しましょうみたいな話をね、そうそうそう、してるんですよね。いや本当にもうゆうすけ様様ですよ。もうゆうすけ様様、 ありがとうございます、うん、そうなんです。まあ大体企画するのは僕なんですけど、うん、でも言い出しっぺは結構いつも違って、うん、全くの 別現場で誰かに会った時に、あなんかそろそろ会いたいねみんなにっていう風に言うと、よし任せろっつって俺がとりあえず LINE を飛ばして、うん、頼もしい。でもそしたらさ、出席率異様にいいんだよね。出席しますよね、本当に、うん、本当8割、9割ぐらい、ね、うんうん、LINE グループの人たちは来てくれて、うん、でも大体来れない人がいるんだよね。いつも、でも、あの、あでもどこの怠惰な人かな。怠惰じゃなくて逆に勤勉なんですよ。逆にね、これいろんなところでご活躍して勤勉で、ね、でもそんな勤勉なあの吉継さんはあの前回私たちバーベキューをしたんですよ。そうバーベキューをね、そうしたんで、そう、その時の話しましょう。そう本当にね、うん、あのどこだっけ、お茶の水だっけ、あっちの方です。あの中央線じゃない、あの黄色い線、うん、まさかあんなところに、ね、あんな勤勉なバーベキューできるとこがあるなんて。そうなんです、いのりちゃんと私でちょっとお店を見つけまして。そうなんです。なんかゆみさんと私といのりちゃんでバーベキューしようっていう3人が会う現場があったので言い出して、うん、でいのりちゃんと私でちょっと頑張って1人じゃできないから2人でやろうっていう、うん、お店を探したら、うん、いい感じのね川沿いのなんかバーベキューできるとこがありまして、ただ途中でねめっちゃどしゃったりしたからね。そう、雨がね強い時期でした。最近そう、多分とんでもないゲリラ豪雨の当日だったんですよ、うん、そう、だから本当にスタートする1時間前ぐらいまで土砂降りでそう、まあ、しかもバーベキューだから屋外だからこれは中止かなと思ってたら、ピタッとね、うん、直前に止んで、それに、うん、あのやってるところだと屋根がついてるんだよね。そうそうそう、選んだんですよ屋根がついてるところを。ひのりちゃんと私が、あなた勤勉ですね。なんか本当いつも思うけどさ、うん、ずるいよねベテルギウス。やりたい、そういうの。違う違う、もうだってさ勤勉と怠惰でほぼほぼ全ての回答をできるじゃん。落ちるんだよねそこでポンって落ちるから。落ちた、うん、ジンも最近便利だなって思ってる。そうね、でも、うん、さっき言ったけどやっぱり 1,2 ヶ月ごとに、うん、じゃあ次はどこ行こうかって、ね、結構出かけたりもしてるんだよね、うん、あそうですね、なんかこう車でねブーンと行って行ったりとか海を見たりとかそうしてるから、うん、次吉継何やりたい。そうだそうだ、言い出しったら多分参加してくれますから。そうだね、次じゃあみんなで富士急かな。富士急、あ絶叫系は得意なんですか。絶叫系大好きです。おお、お化け屋敷はわかんないけど好きです。わかんないんだ。わかんないですね。からんだよ多分。でもあんな戦慄ほにゃららみたいな、ええ、本格的な廃病院が舞台みたいなところだと、うん、ちょっとガチで怖いかもしれないけど、うん、本当に出そうですよね。でも普通のなんかこう、あじゃ あちょっとやってるみたいなところで入ってくようなお化け屋敷だったら全然怖くないでしょ、うん、そうね、まあ、あれ何が怖いって実際にあの人が襲ってくるからね。あ、人が襲っ…それ、なんかピコピコハンマーとかで撃退するの、まあ、違う違う違う、あの人形とかがわーってなるんじゃなくて、そうそう人があの足を使ってデケ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 ってくるんですよ。やだわそれ。いや、でももう言っちゃったからにはもしみんなで行けたら絶対に入れさせるから、うん、先頭歩いてもらいましょう、先頭。そうだね、うん、それか、まあ面白いもん、なんかあえて、なんかすっ全然怖がらない人と二人で行ってもらって吉継の様子をずっとこう動画で撮ってもらう。誰だろう、自分もう最初から牽制するよ。牽制、うん、え、こうチッチッチッみたいな。違う、もう声で牽制する。声、声で途中から、ね、あのもう最初から入ったところから愛に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 って言いながら進んでたら多分襲ってこれない。怖い怖い、襲う側もやるし向こうの方が怖いかもしれない。そうね、向こうがちょっと出てこないかもしれない。
でも言うところ結構長い道だから、うん、2、30分ずっとそれやってたらね次の日にだいぶ支障が出ると思う声優とはいえまあでもねそんな、うん、みんなと遊びに行く時があったら嬉しいね。いいですね、お化け屋敷行きたい、お化け屋敷、うんね、でちょっと話戻るんですけれども、あペンネームこれ聞きたい、ペンネームの名前がね、ペンネームシャーマークさんからいただきました、ありがとうございますそれだけだからさ、使わせんなって、また朝やぞ。エビハシさん、スバイさん、はじめまして。私はリゼロアニメラジオ終了後にリゼロを知ったので、ずっとリアルタイムで参加できる日を楽しみにしておりました。この日を待ってました。アニメもラジオもまた何かしらの形で皆様がリゼロに関わってくださるのを夢に見ていたので、夢を叶えてくださったリゼロに関わる全ての方に感謝いたします。皆様はこの期間リゼロのキャスト陣で集まったりされることはありましたか、よかったら教えてくださいとのことですよ。はい、まあ、ちなみにシャマークさんいらっしゃいます。今日シャマークさんね、でも楽しみにしてくれてたから、もしかしたら画面の方で見てるかもですね。あ、ありがとうございます。お、最近リゼロメンバーとリゼロのメンバーのそのメッセージのやり取りとかが結構定期的にあるんだよね。あるんですよね。結構提案、あでも最近提案してくれるのがいつもユッケ氏が一人で、一人でじゃないよごめんね、あのこうどっか行こうよって、うん、そうね、一人でじゃないよこう提案してくれるんですけど、フォロー下手かよ、はい、でもね最近あのちーさんとか、そうそうちーちゃんがね、あとよしつぐさんとかも提案してくれたりとか、そうそう、まさかのね、よしつぐさんが提案してくんだよ。ちょっとキュンとしました。よしつぐさんがみんなで遊びたいって言って、そう、え、かわいいって思っちゃいました。先輩ですけどいやすごい嬉しかったですね。そう、まあ、で結局遊びに行ったんだけど、うん、提案だけして何もしてくれなかったから結局幹事は俺がやったんだけど、 MD 座長だからね、いつもありがとうねえ、だから未だにやっぱつながりは全然途絶えることなく、うん、うんっていう感じで、結構まあ季節の遊びというか、ね、なんかこうお花見したいねっていう話とか、うん、そういうものだったり出ているので、また引き続きこの OVA に向けてこのままのね、うん、いい感じの関係値でやっていきたいけれど、うん、本当に来てすごい楽しく飲ませてもらってます。あれ一番好きなのってはウイスキー、そうだよね、が好きで、最近ラムにもちょっとハマって来て、そうなんだ、はい、まあ、僕は日本酒が大好きなんですけど、あいいっすね、いいっすよね、うん、でも最近、うん、なんか若返ったのか気持ちが、うん、こうテキーラのショットをなんかしまくるようになってきてすごい、そうこの間もあの松岡義嗣と、はいはい、あの夜ダーツバーに行ったんですよ。おしゃれ。 その時に、まあ、向こうがちょっとテンション上がってたから、おいちょっと負けた方テキーラショットしようぜって言った結果あいつが一人だけでなんか 4,5 杯ショットすることになりいやさすがにそれはかわいそうと思って俺も3杯ぐらい一緒に飲んで超楽しかった。そういうパリピなこともする人、パリピなことは、お二人は目が覚めた時に知らない場所にいたらどうしますかって。あ、うん、何この最後の気になってたの。これがねめっちゃ気になったの、うん、何どうしたいってあんの、知らない場所にいたら。俺最近あったんだよ。え、最近あったんだよ。俺昔のは知ってるけど最近、うん、最近あったんだよ。それ俺知ってるやつ？多分、言ってないかな。うん。何何？言っていい？うん。あのね、最近だったんだけど、うん、とある、うんやろっていう、作品のね、うん。なんかあの、みんなでなんか、飲み会しようみたいな、うんうん。話があって、自分があの時、どこだ？上海から帰ってきたのかな？ああああ。で、空港着いて、で、そのまま、あのその流れですぐにその何時から20時からやってますみたいなって言ってたから、そこに行ったのね、うんうん、したらあのユウスケいるじゃん、うんうん、そうね、あの小林ユウスケの方ね、声優の小林ユウスケの方ね、そのユウスケとねでバーって行ってまあ結構その赤崎さんとかいろいろいたんだけど、うん、であのこうバーって行って、あのこうじゃあ1位会終わりましたって言って、うん、じゃあなんかあの時間だったら行くって話をして、うん、でその時にね、あの新宿のあのダーツバーに行ったの、はあはあ、でなんかすっごいなんか盛り上がって、うん、ダーツして、でなんかあのなんかなんて言ったらいいんだろう、あのコロナっていうビールあるじゃん、あるね、コロナが、うん、あのなんかすげえ刺さってるやつを頼みまくって、自分記憶飛んだのね、うん、うん、記憶飛んで、うん、次の日の朝、うん、俺確か12時から現場だったんだけど、うん、10時に目が覚めて、うん、したら見知らぬ天井だったの。おー、シンジ君やん、うん、うん、あれ
って思って、うん、ここどこって思って右見たのね、うん、右見たらユウスケが可愛らしいポーズで俺を見てるってメスの顔をしていたんだね。メスの顔をしてたの。うん。俺その瞬間に、あ？あれ？やっちまった俺って。俺ここ、昨日、なんでここに来た俺みたいな。っていうのをユウスケに言ってら、うん。うん、いやなんかもう、あの、義継が、うん、あの、前後不覚になってたから、うち、ん、に連れてきたって。ユウスケ優しいな。そう。で、俺が、なんかもう、あの、ま、現場12時で、あの、もう2時間前じゃん。うん。うん、2時間前で、一回家帰んなきゃっていうのと同時に、あの、ユースケになんか申し訳なくて、うん、あの、部屋の中、俺初めてそこでユースケんち行ったのよ。うんうんうん。したらバーって言って、俺、部屋の中見て、帰る前に、いいとこ住んでんな。って言って、俺帰るって。なんだよ、それ。精一杯のフォローだったんだね、その言葉が。そう。まずごめんなさいとかが普通なのに、なんか俺テンパってるのと、時間がねえのと取って。いや、よかったね、でもユウスケが連れてってくれて。続いて、ズッチネーム、妄想が止まらない秋からいただいたよ。ユケ王子。酔った松岡くんをお持ち帰り、じゃなくて、家に泊めてあげたみたいですね。王子。尊いですね。というか松岡くんは全然覚えてないそうなので、ユッケサイドからこの件について詳しく話してください。王室スキャンダルになる前に王子にはきちんと説明する責任があると思います。松岡くん曰くリゼロの飲み会の後ダーツバーへ行き、記憶が飛んで目が覚めたら知らない天井で、横を向いたら可愛いポーズで見ているユッケがいた。メスの顔をしていたとのことです。第28回で話してたダーツバーへ行った時のことなんでしょうか。一緒に SAO 見たんですか。うん、王子、まさかスキャンダル。なんで、別にスキャンダルも何もないだろう、男同士なんだからスキャンダルですよ、これは。いやこれに書かれていることは、全て正解だと思いますよ。あ、認めますね、うん、認めますよ。メスの顔をしていたんですね。それは俺にはわからないけど、まあ彼には俺がメス顔してたらしい。うん、そう、28回で話したダーツバーへ行って、うん、そこでテキーラ、めっちゃショットしてコロナアホほど飲んで、で連れてって、でうちの家の前の植え込みでまず寝始め、ほう、そうで、それを頑張って運んで、家の中に入れて、どうやって運んだの。いや普通に肩貸して、だからあいつ普通に立って歩いてたんだよ。おう、それでまあちょっと飲み直そうかって言って。飲むの、その状態で。そう。ぐでぐでじゃん。で、SAO の、ちょっとお互いが好きな話数がちょっと一致してたから、ちょっとその話数見ようぜってネットフリックスで見て、いやー、よし、かっこいいなねって見たら、もうソファーで寝てたのよ。だから、お前ちょっとお前寝るんだったらベッド使っていいから、ベッドで寝ろって。うん。そのままベッドで寝たんだけど、で、俺がソファーで寝てたら、急にあいつが起き出して、なんか、いろんなとこにガーンガーンって体当たりし始めて。ちょっと、ヨウスケどうしたって言ったら、大丈夫ってそのままベッドに戻ってったんだけど。立ったってこと。立って起きて、いや、トイレにでも行くのかと思ったら急になんか、壁にぶつかり始めて。大丈夫っていう一連をやつは全く覚えてなくて。そう。もう、目が覚めたら、メス顔の小林がいたと。そっか、結構思い出深い。ね、話をしたり、なかなかディープな話もしたのに、あいつは全然覚えてない。うん。ということですね。酔っ払ってしまったら仕方ありませんね。いや、でもそんな早い段階から記憶飛ばしてたんだな。ユッケはじゃあやっぱお酒強いんだね。そんな飲んでても一応記憶はあるし。一応ってなんだよ。いや、俺はすっごいちゃんとシラフだったよ。すごいね。俺も意外と自分の限界値高いんだなって思った。ということで、以上、番組前半はタミクサからのお便りでした。投稿お待ちしております。ということで、それでは皆さんから届いたメールを紹介します。はい、はい、じゃじゃん。あ、これ義継への個人的なメッセージが届いています。メールでしょそれ。俺の部屋で一緒に SAO 一期を見たのに覚えてないんだ。ユウスケより。どうですか。
何か。ちょっと待って。え、マジで？弁明はありますか？マジでこれ。弁明はありますか？本当に？はい、皆さんに説明します。まあ、声優の小林雄介っていうね、まあ、僕らとも仲のいい、はい、同期の男がいまして、はい、リゼロの主人公とか、はい、やられてる、はい、男なんですけど、そんな雄介からメッセージが来ました。ちょっと待って。え、これ覚えてる？これ多分、あれでしょ？前回、のエピソードで言ってそうそう前回ユースケの話をしたからダーツやって俺がなんか、うん、バケツいっぱいの氷のところにコロナ刺さってるやつ飲みすぎてそう俺ユースケの部屋で SO 行き見てたの記憶がない中でだからユースケの家に行った記憶もないからだってユースケが覚えてるのはそのコロナから、うん、だから起きたら横になんかこう可愛い格好した、うん、メスの顔をしたユースケがいたってとこでしょそこまで飛んでるんでしょ、うん、コロナからメスの顔のユースケまで飛んでるんでしょ、うん、両手のひらを土台にして、うん、こう顎を自分の手の上に乗せて、うん、ニコッとして俺どうなってんだこれはっていうあ、じゃあお前酔っ払ってるやつ見たんだ。これマジこれ本当に？本当じゃない？マジで俺その時ユウスケんちでクソードアート見てたの？見たんよ。マジかよ。やべえこれ後でユウスケに謝んなきゃいけないな。謝んないね。完全に覚えてないもん。やばいやばい。他に何かやっちゃったのかな自分。でもね大丈夫だよ。まあいいやつだから大丈夫だ。大丈夫か。大丈夫だよ。うん、はいということで、はい今日はゆうすけさんからメールをいただきました赤崎さん宛てにメールが来ているのでちょっと紹介させていただきますねなんでしょうはいでは、ペンネーム加水分解さんからいただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございます皆様こんにちはこんにちは前に松岡さんがミポリンにお酒の飲み方を正しく教えてもらいなさいと兄貴風を吹かせておりましたが二十歳だったねそうですね、某ラジオで小林雄介さんが最近松岡さんの酒乱エピソードを話されていました酒乱ねリゼロの飲み会で記憶を失い小林さんのお家で、お家の寝床で目覚めたのだと、松岡さんも別のラジオでお話しされていましたが小林さん曰く夜中に起き出し大丈夫大丈夫と言いながら小林さんの寝室の壁に何度も体当たりをしていたやばい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 ホラーだよそんなの松岡さん覚えていますか今回赤崎さんがゲストということで客観的に見て松岡さんが酒を飲むとどうなってしまうのか知っている限り教えてくださいお願いします怖すぎるんだよこれすごい仲いいですよねユッケスとねいやそうですねだからちょうどあの日ですよあ私にチャイナドレスをくれた日、私そんなやってましたでその後ユウスケと一緒にダーツバー行ったんですよあ新宿のはいはいはい、はい、ダーツバー行って、はい、なんか変な氷のバケツにコロナがぶっ刺さったやつを飲みまくってたら飲みまくってたら、うん、ぶっ刺さったんですね行っちゃったんですね、うん、結構、はい、しかもなんかユウスケも俺ダーツあんま上手くないけどいいとかって言って、うんはい、だからあいつ趣味にダーツって書いてあってなんだよやり始めたらめっちゃ上手くて、でそこで向きになって自分もやってたら、はいあのね、起きたらユウスケが隣にいたんだねもう記憶が疲れるうちにやられちゃったんですね、その間もなんかあの、はい、まあユウスケの家に行ったっていう、はい、なんだろうタクシーに乗った記憶はあるんだけどでそこでユウスケん家着いて、はい、でなんか一緒にソードアートの一期見たらしくてはい、でなんかそこで多分自分そっから寝て、うん、で夜中起きて大丈夫大丈夫って言いながら全然大丈夫じゃないそれ大丈夫じゃない、ね、記憶飛ばしがちですかあーでも最近ちょっと記憶飛ばしがちですねそうですかじゃあ私が新宿で大塚家具の前まで松岡さんのことを迎えに行ったことを覚えていますかあれは覚えてますあ覚えてたよかでははい、改めまして夏木すばる役の小林雄介です。本日は、まあ、イブイブというなんかすごい特別な日にご覧いただきまして誠にありがとうございました。そうですね、まあ、本当2年、まあ、いろんなイベントや舞台挨拶でも言ってますけど全然2年も経っちゃった気がしないし、
もちろんこれを引き続きずっとね応援してくれてる皆様の温かさも感じるし、キャストもね、うん、今年もなんだかんだ集まったよね。確かに。そう、あの誕生日をね、あのそうだ、そう、ちいさんの、あのフェルト役の赤崎千夏さんをお祝いしましたね、うん、ねえ、それこそもうイベントが終わってからみんなで集まって、そうだ、リゼロのイベントの後にガーッとみんなでね集まったりしましたね。でね、あと、まあ、他には義経なんかもさ、その日海外でイベントがあってそうでした、そうでした、19時とか20時ぐらいに帰ってきて日本に、うん、そのまま駆けつけるわって言って駆けつけて、空港からバーって集まって、うん、来たりして、本当みんな忙しい中、チームワークというかね、そう、本当にねスケジュール合わせて会ってくれたりして、うん、だからここまでね、なんかキャストみんなが仲いいっていうのも本当に嬉しいし、未だに、うんうん、っていうことをやっぱ伝えて、なんか本当にそういうのってファンとしても聞いてて嬉しいですって受け取ってくれる人たちも本当に嬉しいし、うん、で、まあ、あと、まあ、舞台挨拶で、まあ、いや本当すいませんね皆さん、最初からこんな感じで本当すいません、本当だよ、頼むよ、だって、うん、あなたは何回もやってるでしょ、うん、メイン MC を昨日ね飲みながら最終話見てたんだよ、ダンマチのいやそんな話今は聞いてないんだけどあそうなの、うん、いつもだったらもうユーマとやってる、はいはいはい、そうよね、そうよね、それ知ってる、うんうん、でもね、ユースケが来てくれるということでですね、うん、やっぱりもうこのテンションでいかないとええ、だから疲れんだよさっきからよ、ええ、ごめんなさい、中途半端なところで、ええええ、まあいい、ええ、まあ、本当にもうユウスケとは、もう深い仲になっていましてですね、あのこうなんて言ったらいいんですか、一夜を共にしたみたいな感じでまあ実際共にしてるからな、朝起きた時のユウスケのあの顔は忘れられなかったですねまあ再現するんだとしたらね、あのここがベッドだとしたらですよ、ここの高さが、僕が横でこういう風にして言いましたから、そうで二言目には昨日のこと覚えてるでやった時のもう義継の顔もまた忘れられない、もうどんな顔したの、もうね表現できないんだけどやらかしたみたいな顔してていやもうあれを写真に収めたかったぐらいだけども、危なかったですよ皆さん、はい、その辺の話はねちょっと続けると多分それだけであのこのチャンネル終わっちゃうんで、はい、まあそして僕の方もね、じゃあ早速、まあ、松岡さんにはフラットな気持ちでね、いろいろ質問に答えていっていただきたいなと思いますよ、はい、では質問、アニメのエンディングテーマは空飛ぶ魚さんが歌うささやかな祝祭ですが、はい、では松岡さんの日常生活におけるささやかな祝祭は何ですか。あー、これはですね、お、あの最近小林雄介んちで、おー、ゆうりんさん、ね、家でみんなで飲むの楽しいですね。また飲んでる松岡さん、映画とか見ながら、あ、おしゃれな、ね、で大抵現場終わりなんで、うんうん、まあ、大抵近く の, あの伊勢丹とか高島屋とか の, あの地下に行って、はい、あのいろんなものをみんなで買いながら、でもなんか大人ですね。そうですか、うん、あと足りないものはウーバーイーツで頼むみたいな、ああ、いい現代の、ね、へえ、なんかそれこそちょっと作品変わってしまいますけど、ね、あのまあユーリンさんと松岡さんと私っていうところでこう結んでいただけるといいと思うんですけども打ち上げでね、その作品のシャンパン当たりましたよね、確かユーリンさんが、あ、シャンパンだっけ、なんかワインだっけ、何でしたっけね、なんかえげつない高いワイン、そう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 、それをこうみんなで飲むぞみたいな会も開かれたんですか、あれは飲んでない、あれももう開けてわかんない、あれ確かなんかゆうすけどっかで開けたみたいな話、あ、開けたんだ、そうなんか知ってたような気がしたんですけどね、日程だけ聞かれて私がちょっと行けなくって、じゃあなんかもう今回は飲んじゃうねみたいなことになってたから、てっきりじゃあみんなで飲んだのかなと思いつつ、普段は何を飲むんですか、逆にそのワイン、ビール、でもそういう時って結構冒険したくて、うん、あれこれいいんじゃないっていうウイスキーであったりとか、あ、これうまそうじゃないっていうテキーラであったりとか、なるほど、みんなでいるから割とこう試せる、へえ、あとはこう別に飲みきれなくてもユースケンチにボトルキープできるんだすごい家に住んでるのかっていう想像がすごい、まあでも確かにユーリンさんお酒強いか、私あんまり飲んだことないんですよね、一緒に。ゆうすけはあれそんな強くないんじゃないかな、強くない、なんか割と、あ、でも結構カパカパ飲んでるイメージはあるな、だってなんか一回
みんなそのそれもまたそっちの作品ですけど、でなんか飲んだ時になんか家にそのまま一緒に行ってなかったですか、ヨリンさんの家に行ってましたよ。ねえ、ね、僕があの覚えてないですけど壁に体当たりしまくってやつ、ね、いやもうささやかではない祝祭をあげちゃってるけども、ね、いやすごい物理的にね、まあでも楽しかったからそういう行動に出たということで、ね、じゃあ松岡さんのささやかな祝祭は小林祐介の家で酒を飲むということですね。あーよかった、すごいじゃん、ランプ忘れたけど明かりついたとか、うんうん、まあ、ポッポッってなるだけだからずっと連呼しなきゃいけないんだけど、えめっちゃ使えないじゃないですか多分その時が来ればわかるよ、はい、その時が来ればわかる、わ、うん、かりました、じゃあ次に行きます、うん、はい、ファイヤーボルトが出るとは思わなかったですね。休日はパーティーを組んで行動する派、それともソロで行動する派、これ現実世界でってことですよね、うん、自分パーティー組む派だね。おー、うん、意外ですね、うん、意外と俺ユウスケのおかげで結構外行ってるなって思う。ユウスケって出てきましたけど、小林ユウスケですか、うん、うん、遊ぶんですね、うん、うん、前も富士急行ったりしたし、うわー富士急かなんだろうこの突っ込んじゃいけないような空気は。いやなんか絶叫が本当に苦手すぎて、楽しめる人は楽しめるところっていうのは分かってるんですけど、私多分行っても何にも乗らないで終わるんだろうなって思ったら、脱出ゲームとかもある。あああるんですね。なんか鍵を見つけたり制限時間以内に、あそういうの楽しそうですね、うん、あそっかそっか、うん、なるほど、じゃあちょっとパーティー行くんで、うん、主に小林祐介と、うん